新潟市中央区の笹口小学校で開催された運動会。今年は各家庭2人までの人数制限がなくなり、多くの保護者や地域の人が応援に駆けつけました。また去年も応援合戦は実施されていましたが、今年は競技中の応援でも声出しが可能に。マスクを外して仲間に大きな声援を送る姿が見られました。子どもたちは青空の下、力いっぱいグラウンドを駆け回っていました。